こんにちは、今村です。今日は、足合わせ運動を行っていきます。僕自身も昔足が太く、股ずれを起こすほどでした。そんな僕自身が体重が8キロ痩せて、ジーパンがサイズ4インチサイズダウンした経験をもとに今回の動画をお送りします。体に痛みがある方や健康状態が良くない方は運動を行わないでください。そして関節などを痛めないように気をつけて行ってください。準備するものは汗拭くタオル、水分補給のお水などを準備して、あと今回椅子も使うので椅子も準備してください。では運動を始めていきます。はじめは太ももの運動、ランジっていうのをいきます。右足を前にして、で左足を後ろ、背筋をしっかりと伸ばして、ここからぐーっと膝が前に出ないように下がって上がります。ゆっくりゆっくりと下がって上がります。3 4 5 6 7、右足の太ももに効くように動かします。9 10 11、なってきましたね。12、ここの太ももしっかりと意識して、13、太ももですよ。14、お尻にも効きます。足痩せです。15、足細くなりたい人やってください。16、あ、いいね、ありがとうございます。17、いいですよ。18 19、20、まだ生きる人は頑張ってください。21、22、23、24、25、あ、よく頑張りました。はい、反対の足いきます。左足前に出して、で左足の運動です。ゆっくりとぎゅーっと背筋を伸ばしておいて、左足の台に乗せて、2 3 4、左足5、左足で6、左足ですよ。7 8、きつくなってきましたね。9、背筋しっかり伸ばしてくださいね。10、足当てですよ、足当て。11、しっかり呼吸も続けて。12 13 14 15、こっちの足の方がきつい。16 17 18 19、いいっすよいいっすよ。20、まだいけると言ってください。21 22、深く。23 24、はい、ラスト25。はい、皆さんよく頑張りました。息整えてください。できる人は2セット3セットやってください。さあ次いきます。もも裏、お尻の運動いきます。この椅子使います。膝が90度曲がるように、あ、かかとを乗せて
転びます。で、もう片方の足、右足の太もも、膝の手前ぐらいの太ももに足首を乗せて、で、ここから腰がまっすぐになるまでぐっと上げます。ゆっくりとゆっくりと下ろしていって、2、お尻ともも裏に引かせます。3、4、お腹が見える。5、6、かかとを少しお尻側に引くとよく効きます。7、かかとをお尻側に引くとももを裏に効きます。8、9、でお尻もつけないように。10、11、12、13、14、15、16、17、18、できる人までやってください。19、20、はい、よく頑張りました。反対の足いきます。膝90度曲げて、でお腹見える人はシャツインします。で、左足の太ももに足首を乗せて、ここからしっかり上げます。せーの、1、2、3、もも裏とお尻こじりの運動です。 C、 足痩せです。もも裏に効きます。5、6、7、熱くなってきましたね。8、9、10、かかとが滑らないようにお尻側に引いて、11、12、13、14、15、16、17、18、19、できる人続けてください。20、はい、よく頑張りました。ポイントはこのもも裏にしっかり使って、回数できなくてもお尻ともも裏に効けば OK です。次、お尻の横の運動いきましょう。肘が痛いといけないので、肘を柔らかいものの上に置いて、肘を肩の下につきます。で、体まっすぐしてから、骨盤もしっかりまっすぐしてから、膝90度後ろに曲げます。で、もう片方の手は肩に、ここから腰を浮かせて、上の足も上げて、ゆっくりギリギリまで下つかないように。2、3、お尻の横をしっかりと意識して、 C、 下側のお尻の横によく効きます。5、6、しっかりとお尻が上下するの、7、確認してください。8、9、体、腰、まっすぐに。10、11、12、13、14、15、お尻の横、16、足痩せです。17、18、
19マイナスと頑張ってます。また行きましょう。足をまっすぐした状態から膝を90度、ここの腰はまっすぐ保った状態で、もう片方の手は肩に、肘の上にしっかり肩が来るようにセットします。いきます、せーの、1、2、この下側のお尻、3、4、5、6、きつい、7、8、9、10、11、12、お尻に横に生かして13、14、15、16、17、18、19、20、頑張りました。ちょっと今から水分補給します。こんな感じでトレーニングするとよく効きます。次、背中、お尻の動きさらにいきます。うつ伏せで寝て、で肘を横に90度出して、足もピッと伸ばします。ここから息を吸いながらピュッと上がって、息吐きながらギリギリまで、2、背中とお尻の運動です。3、ここにも効きます。4、5、6、7、8、いいよ、9、ぐーっとお尻を引き締めて、10、11、12、姿勢も良くなる運動です。13、14、ゆっくりと、15、16、降りるときゆっくりと、17、18、19、20、まだできるってやってください。21、22、23、24、25、はい、よく頑張りました。次、最後の運動いきます。ふくらはぎの運動いきましょう。椅子、背もたれに手を添えてちょっと立ちます。で、片足でいきます。ここから上に2段階でキュッキュッと背伸びして、ゆっくりとギリギリまで、かかとがつかないように戻します。2、むくみ解消にもなります。3、いいですよ、4、5、6、7、ふくらはぎ感じて、8、9、10、11、12、13、14、15、16、
17、きつくなってきましたね。18、ふくらはぎ感じて。19、20、まだいきます。21、22、きつくなってきた。23、24、25、ふくらはぎこんな感じで痛くなるとよく聞いています。反対の足いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、ふくらはぎしっかり感じて。12、13、14、いいですよ、15、16、17、18、19、20、あと5回いきます。1、2、釣り方する釣り水槽なんてはやめてください。20、はい、ラスト25、熱い、皆さんよく頑張りました。こんな感じで足痩せ運動をやっていくと、足に脂肪もや筋肉がいっぱいついて痩せていきます。こんな感じで疲労感が足にいっぱい来るとすごくいいです。でまた YouTube にも、下腹ダイエットの動画などダイエットに役立つ動画を配信しています。このライブの説明動画にリンクを貼っておくので、そこを見てください。皆さんよく頑張りました。